企画でもやります。でも今日企画できないでしょ。でも目隠ししながら。お腹空いてない。目隠しも大丈夫ない。おやつ食べまくった。はい、オレオ食べました。美味しかったです。リミはえのこ山とえのこの山、うん、だけ。それだけ。あのちっちゃいパックでしょ、うん、あれそれだけ。あ、2個食べた。あと、なんだっけ、猿乗ってるやつ。猿乗ってるやつ、ちょっとわかりません。チョコレートお菓子、あのウームの忘年会でもらったお菓子。違う、何。マグロ食べる人。はい。ママ食べないの。ママ漬けまってる。漬けマグロ口回ってないよね。漬けマグロね。ママ違う。ハマチが2位だったの。味のランキングで1番がマグロで、うん、2番がね、ハマチだったの。そうなんだ。本で見た。子供は？子供は1位がマグロで、2位がサーモンだった気がする。で納豆もランクインしたはず。よかったじゃん、しーちゃん。よかったよ。ところでリミ、それとその猿のお菓子はどれくらい食べたの？1個って何、これぐらいの。白桃ミルクにしよう。それだけ。それだけしか食べてない。もう来た。私のサーモンズの。それだけなのにお腹空いてないの。ミミちゃん大丈夫かな、病気かな。取って。自分最近肺炎が流行ってる。え、最近肺炎。肺炎はそれ払ってるけど、ノロじゃないの。最近流行ってる。なんかノロは流行ってるって言ってなかった。ノロウイルス、うん、おい。さ、リミちゃんがいつも仲良くしてるさ、お友達、いつも帰り一緒に帰ってきたり遊んでるお友達、今日休みだったんでしょ。やばいよ。それで今日一人でね、トボトボ帰ってきたね。今日暗かった。帰ってきたらこんな感じ。でもたまに一人の時あるよ、うん、うちの少ないんだよね。同じ講師が少なくて、それはしょうがないよね。でもしょうがないですね。そうですね、女のね、リミ合わせて2人しかいない。そうなんだよね。だから1人がお休みするとね、1人になっちゃうんだよね。まあ男の子いるけどね。リミはあんま男の子と仲良くしないタイプだからね。大丈夫？具合悪いの？食欲がないって前もなんかあったよね。大丈夫か？スシロー病になっちゃったの。スシローに来ると食欲がなくなる病気。前ね、そう、お正月にもジージとバーバのお家行った時、ジージとバーバのお家の近くのスシローに行ったんだよね、そういえばね。その時もリミちゃん全然お腹空いてないって言って食べなくてね。今日も食べなかった。3皿しか食べなかった。しーちゃん、リミなんか1皿でしょ。大丈夫？病気？なんでお腹空いてないんだろう。とりあえず今日食べる。肩なんちゃった。なんか悩み事でもあるんですか、リミ。よっしゃ、髪の毛ない。ただお腹空いてないだけ。あ、それもだ。ママ、ありがとう。あ、来たの中に、うん、文字が隠れています。何でしょう。秋田県の秋田。秋。うん、正解は秋田県じゃないけど、秋田。北斗県の秋田でしょ。合ってるじゃん。あ、秋田って飽きちゃったっていう秋田。あー、なるほどね。いろいろあるね。でも秋田県の秋田も間違ってはないよね。間違ってない。いろいろ日本語ってさ、同じさ読み方なのに意味が違うとかあるから面白いよね。だってさ、雨と雨とか。あー、はい、すみません、ありがとうございます。ゆっくりどうぞ、はい、来たよ。来たぜ。しほちゃん早速。今日めっちゃ頼んでない。なんかしほちゃんは今日お腹大丈夫？空いてる？めっちゃお腹空いてる。もうペコペコ。お湯を食べたのにペコペコペコ。相変わらず食欲すごいよね。リミちゃんもじゃあ、リミお腹空いてないんだって。もうやばいよね。私はおどんどん病かな。いただきます。リミちゃんは心配だよ。病気にならないか。病気の前触れだったら困るね。明日から土日だっていうのに。リミっていつも風邪ひくときって休みだけど。そうだよ。で、週末どこにも行けなくなって家で寝てるみたいなね。そういう時多いよね。
じゃあなんでりみちゃんが食欲ないのかっていうと、一つは車で多分酔ったかもってことね、行きの車で。で、二つ目はちょっとお菓子もしかしたら食べ過ぎみたいな、もしか分かんないよ、無意識にこういっぱい食べたかもしれないし。で、3個目がもしかしたら病気かもっていう。なるほど、わかりませんね、こればかりは。ベビータッチ行きますよ、うん、せーの、ベビータッチお約束。うーん、黒糖ミルク飲む？いい？これ黒糖ミルク？うん、うまっ、美味しいね。なんか、うん、何？お、食欲出てきた？ちょっと出てきた？頭クラクラするの？まだ？やばいね。わかんないよね、だから病気かもしれない。なんか明日になったら体調不良になってるから。やだ。美味しそう。どうした？似てないね、今んとこ。似てないよね、うん、似てない。あなたたち本当に姉妹ですか？本当に似てないよ。最近特にさ、しーちゃんがさ、変わりつつあるよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最近しーちゃんがさ、やたらさ、なんかちょっと人格が変わってきてるじゃん。やたらハイテンションがすごくない？すごい、すごいよね、最近なんか笑い方もさ、変わったよね。変わった。でもさ、それにつられてリミもちょっと笑い方が変わったんじゃない？ギャハハハハって笑うようになったじゃん。なんかリミはさ、結構しーちゃんの影響が強いんだよ、やっぱ妹って。しーちゃんがさ、あの、その洋服だってさ、今着てる洋服なんですか？見せてください、こうやってこうやって英語を見せてください。コンバースなんだけど、しほちゃんがね、コンバースいいみたいなこと言ってたら、知らないうちにりみちゃんもコンボすごいいいと思ってなんか好きになってたし、結構やっぱね、しほちゃんの影響力が強いんですよ、りみちゃんって。りみもいいか、そうって言うの？うん、言うと思う。笑い方も最近しーちゃんがさ、すごいギャハハって笑うようになって、りみもちょっとギャハハって笑うようになったじゃん。なんかやっぱね、姉の影響って強いんだなってね、最近思うようになりました。じゃじゃーん、やばくない？これやばい。これなんだっけ？これドカ盛りイクラサーモンです。ドカ盛りイクラサーモン。これやっぱしぼだけ100円のお皿。せいちゃんもさ、食べたいなったら食べていいんだよ。じゃあ600円になるけどいい？いいよ、2皿で600円です。今日はさ、女3人だからさ、うん、いつもみたいにはいかないの。うん、すごーローストビーフマウンテン来ました。やばっ、これお寿司ですか？ やばくない？やっぱ、これどうなってんの？どうなってるんでしょうね。山盛り持ってあるんだ、すごい。これいいね、美味しそう。どうりみ、あんまりいいよ、いいの？あ、そっか、もうごちそうさま。今日は元気がないね。マジでなんかさ、しほりみが最近変なんです、皆さん。本当に会いたい、ないんだ。大丈夫？なんか酔ってる人みたいだけど大丈夫？本当にあなたにこういいようにな。大丈夫？あなたに会話しました。え、今何が流行ってんの？これでしょ？もう今はもう流行ってないと思う。そうなの？お前流行ったの？お前流行った。え、でもしもあの、バケツか見てないからあってるか分かんないよ。うん、まあってやった。何なんて使って、ガキ使じゃないよ、ガキ使ね。ガキの使いじゃあらへんだっけ。
ガキの今リミ泣きつかって言った、うん、泣きつかれちゃうこと泣いてんのガキつかだよ。あの大晦日にやってたの。うちらさ、うちらあの温泉行ってたからさ、ガキつか見れなかったんだよね。そうカレー、カツカレー食べてました。カツカレーはい、じゃあ行きますか。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。うますかちリミちゃん、なんか元気になったね。すべての、治ったん。すべての食事の感謝を込めて、おすまし。ねえ、万有様のパクらないでくださいます。ちょっと、ママのイケアのミニバッグつけないで、髪の毛に。なんかリミの大ファンがいるけど、ちょっと、レンダ怖い。リミの大ファンがいますよ。ねえ。グミペア。